石田君どこへ行くの持ってるあゆゆゆたみたかだだけわたいおええんきちき塔を登れば全てが手に入る。塔の頂上にはこの世の全てがあり、この世界を手に入れられる。神になれる。だっておかしいだろ、バカリアゲがあんな詳しくアンセムの仕組み語れるなんて。いや、だから言ったじゃないですか、だから言ったじゃないですか。2回も言わなくていい。公になっていない何かすごい計画があるんですよ。持っているのだろう、金のメダルを。2対1では分が悪いか。しっかり。これほど心地の良い己は初めてだ。あたし飛ばせ。他のバトラに入団しただと生徒会に入ると言ったではないか。いや、それは言ってないような。いい、言ったも当然だ。説明しろイルマ。刃物の操り方だけじゃない、足の動き、体の使い方を見ても体術は専門じゃないよね。これなら背後を取れば制圧は簡単。武力化し、それから改めて交渉する。振り向く暇なんて与えない。あいにく私には一族の恩賞より大切なものがある。友を助けるのが恥だというのならいくらでも甘んじましょう。お兄ちゃん、もうこれからはかくれんぼのつもり。どこかな、わかんないよ。お兄ちゃん、神通力なら一応使えるよ。は？十文字家は代々神通力が使える家系だから。エルザ、ん？そのなんというか、すまない。何の話だ。お、これで許せ。大丈夫？ごめんなさい。戻って漫画描いて。でも私のせいで真白くんが漫画描けなくなるなんてもっとダメ。一つだけ教えて。え、何？声優として成功するためとか関係なく答えてくれてありがとう。写真集はやらない。あのゼン、ごめんね。でもゼンに隠すつもりはなかったよ。隠すと怒るから。待ってください。どうしたらいいの。だからずっと一言謝りたくて。ごめんなさい。あなたはあんなに必死になって嘘の告白までしてくれて。嘘じゃねえよ。はい、小隊長にはお世話になりっぱなしでしたし、せめて何かお礼をと思いまして。見るからに各部の寸法が合わないと思うが。そうですか。でも小隊長は育ち盛りですし、すぐに会うようになりますよ。こらこら、何を無視しようとしているのさ。そういう行為は僕の上層教育に良くないよ。僕がグレたらお姉ちゃんに対してどう責任を取るつもりなんだよ。イエーイ。さて、じゃあシノア号に乗ってさっさと新宿行きますか。シノア号？皆さん早く乗ってください。あれ、共同生活ってな、何を考えているんですか。いやらしい、通報しますよ。ピアノがあって指が軽い、私は今日持ってる。きっと朝食べたスコーンが美味しかったから、新調したドレスが決まったから、髪がうまくセットできたから、きっとそうだ。違う。
違うでしょ。違う。羨ましくなんてない。だって最初からメンマになんてかなわないって分かってたもの。私はあなたと違う、かなわない夢なんて見ない。ナンバー88、結び受けて立ちます。結びちゃん。はあ。まあいいわ。あなたヒーロー業界にもいろいろな派閥があるって知ってる？私の傘下に入りなさい。そうすれば B 級上位のポジションを守ってあげるわ。My B 級。私は俺たちのいる場所がレイナちゃんの居場所だとか言っていただいたりしましたけど。鬼殺隊虫柱胡蝶忍。私は柱の中で唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作った。適当に選びましょう。任せに選びましょう。ただし、あくまで自らの手で。さあ、駆け狂いましょう。美人の先輩に囲まれて鼻の下を伸ばされていたお兄様はお仕置きです。葉山くんと走っていたようだけれど、何か聞けたの？おう、少なくとも理系じゃないな。変な言い方ね。できた。